昨日のライブでも言ったんですけど、十人力と平石さんと巻添さんがまだ試合決定してないよねっていうので、で、オーディションの動画も残り1つしかなくて、どうなるんだろうと思ってたんですけど、サムネにもあるんですけど、昨日、Twitter でちょこちょこ試合決定したけど、なくなりましたみたいなツイートが結構多いんですよね。で、僕的に思ったのが、ちょっと試合数多すぎ問題っていうのがあって、で、僕今調べたら、ブレイキングダウン5は21試合だったんですけど、6、7っておそらく31試合なんですよ、全試合。で、今回も多分その30試合ぐらいに収めたいっていう運営のなんか、あれがあるのかなと思ったんですよ。っていうのは、なんか7.5とかで、朝倉未来さんがこのぐらいの試合数がちょうどいいっすねみたいな感じの発言があったと思うんですけど、やっぱりあんまり長すぎると疲れちゃうじゃないですか、だれちゃうというか。だから、もちろんそのツイッターでも納得、運営から連絡が来て納得してるような内容のツイートもあれば、ふざけんな、もうせっかく俺こっちは準備したのにみたいなツイートもあったんですけど、だからちょっと相手の怪我とか、まあいろんな事情があってのことだったもんね。運営もね、悪気があったわけではなくて、いろいろ熟考した結果、そうなったと思うんですが、まあちょっと、平石さんの試合とかもね、見たかったですよね。巻添さんの試合とかも。なんで、もしかしたらそこら辺は、8.5でやるのか、また次のね、ない、すいませんでしたと、ないんで、よかったらやりますみたいな、そういうフォローがね、上からあるかもしれないんですけど、まあそんな感じで、ちょっと、決まってた試合が、いろいろあってなくなったっていうのもあるみたいですね。で、今調べた感じ、瓜田さんのお子さん、対ジョーカーだったり、あと高校生の試合とか、いろいろその数えてみた感じ、結局今回も31ぐらいになりそうですね、試合数。まあこれからまたね、この前みたく飯田さんと川島さんの試合がなくなったみたいに、もういろいろね、怪我だったり事故だったりあったりするかもしれませんし、まあコロナはもうないかもしれないですけど、そんな感じでちょっとまだ対戦カードがどうなるか分かりませんが、もうあっという間なんで、もう2週間切りましたよね。はい。ちょっと今日はツイッターの、昨日からツイッターがちょっと気になるツイートがあったんで、朝から撮ってみました。ありがとうございました。